今ドラフトで d n a から6位指名された坂口翔颯投手、22イコール国学院大が11日、横浜市内の同大で新道達也チーム統括本部長補佐、木塚淳担当スカウトらから指名挨拶を受けた。運命のドラフトから18日、その間にプロ野球は d n a の26年ぶり日本一で幕を閉じた。 最速153キロ右腕は達成の瞬間をテレビ観戦していたそうで、日本一のチームの一員になれることをすごく楽しみに思うと笑顔を見せた。d n a はリーグ3位から頂点へ成り上がった。日本シリーズで2連敗から4連勝した戦いを、国学院大野球部のチームカラーとダブらせ、おこがましいですけど、自分たちも低迷した時期があって、そこから粘りがち切ったと共感したという。 自身も、成り上がる、ドラフト6位の開始名だが、昨年の同5位石田優、中大、をはじめ、日本一には開始名の選手が数多く貢献した。石田さんとも仲良くさせていただいている。自分も、活躍して、後を追いたいと拳を握った。